どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。引き続きですね、工場立ち上げに邁進しておりまして、日々ね、ストレッチを我々自分たちにかけてですね、この工場プロジェクト、切削事業、立ち上げておりますが、活動報告第2弾ということで、スポンサーも本日もついております。見てください 依頼先が見つかる、仕事が見つかる、ジグマッチということで、皆さん朗報でございます。図面で制作依頼を協力メーカー探してる方いらっしゃるじゃないですか。そういった方はこのジグマッチにアップロードいただければ、マッチングが行えるわけですね。逆に、セサ加工を受け負いたいという方もですね、このジグマッチに登録いただければ、いろんなエンド先からですね、仕事をいただけると。そういったサイトがジグマッチになっています。ネットでジグマッチを検索いただければ、見つかりますので、どうぞよろしくお願いします、ね。ものづくり はは新新ススポポンンササーー募募集集中中り活動報告に移っていきたいと思います。目指す工場の概要でございますが、どういった工場を目指すんだって改めて皆さんにピン止めさせていただきたいと思います。工場機械で使われる装置部品ですね。装置部品を工作械で製作していくと。工場に行けば装置があったり、3D の CAD モデルでございますが、ここからこのような部材、部材、部材、部品がありますね。それを工作械でゴリゴリ削っていくと。我々の特徴としては量産ではございまん ません一品一用品の加工に特化しておりまして、ここで高効率を目指していくと。皆さんですね、量産の工場に行けばですね、ワークがロボットでカチャコンって。 運んで、グリ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 削ってまたロボットが引き上げていく。そういった工場っていうのは非常に生産効率が高いわけですけども、一品一応ですとこれがなかなか難しいわけですね。生産性が高くないわけでございます。なぜ生産性の高い工場を目指すか日本の切削事業はこのままいけば終わります。誇張していっておりません。キャドキャム前提の海外切削事業者に負けるともう目に見えております。なぜかというと、一つ目、補助金が手厚くない海外事業者は もちろん、補助金がないとは言いませんよ。海外事業者は手厚くない国もございます。トータが進んでおります。トータが進むということは生産性が高い事業じゃないと生き残れないと非常に力をつけ始めているんですね。一方、日本でございますが、補助金もジャブジャブでございます。これは麻薬と言いましょうか。いや、失礼ですね。僕も補助金を申請したいと思ってますので、ゴリゴリに進めていけばいいと思うんですが、補助金というのはものすごく補助をいただけるわけです。例えば事業再構築であればですね、2分の1ほども補助金で女性 いただけるともちろんこれはですね我々はしっかり有効活用していきたいと思いますが自社のですね切削事業で大きな利益を取らなくても補助いただけるような現状がありますそういった側面もありそして多くの切削事業者は肝骨に頼り続け投資がうまく進んでおらず生産性が過去と大差がないんですねもともと私ミスミに所属しておりましてミスミの元同僚でございますこのような発言をしております5割の金型メーカーが投資がうまく進んでおらず 20年前ととと生産性が全くく同じだろろううおそらく5割は潰れるだろうと日本の切削事業は海外にこのままだと流出し続けてしまうんですね。例えば、電装さんから仕事を一括で受けてて、こういった装置部品全部で1億円です。そういうふうに自宅していたジョブショップがですね、ある日突然、 中国で2000万でやれるようになったから中国シフトしたわとか言われるわけですよ。要するに海外にどんどん出ていってしまってるわけですね。今、一品一用品の生産性を高くしないと日本はですね、もう危機的な状況に陥ってるとこれを脱却するしかないと。生産性の高い工場をまさに我々が実現して YouTube というですね、オープンプラットフォームに公開していくしかないわけですね。本当に生産性が低い日本の加工現場ということで大手から絞りに絞られておりますと。大手を 揶揄してるわけではないんですが、M&A で僕何件か言ってるんですね。そして決算資料なんか見てみるとですね、うわ、これはやばいと。M&A の実態を見ても目を覆いたくなると。これどうやって借金を返済していくの例えばですね、売上が2億あればですね、借金が6億ぐらいあるわけですね。営業利益が300万ぐらいですね。返すのに200年かかるわけ。200年ですよ。 そこまで行っちゃってる事業者はなかなかないと思いますが、かなりの借金付けになっていくわけですね。要するに大手からコストコストコストという風に絞り取られてるジョブショップも結構あるんじゃないでしょうか。そのような案件が5万とこの M&A 会話には埋もれてると言っていいと思います。工場の数だけ現場があるが、この先どうやって で戦っていくんでしょうか？と。工作機械はほとんど動いていません。cad cam もですね。最新設備もございません。と、さらに高齢化も進んでおりまして、事業承継もうまく進んでないような現状があると思います。いつか製造業を支える屋台骨が崩れる可能性が大いにあると思っております。一度なくなったものは再構築できないわけですね。切削需要の立ち上げは困難を極めております。切削需要のベンチャーが生まれる可能性は限りなくゼロパーです。どうですか？周り見て。切 接策事業を新たにやろうって言った担当者、周りにいますかほぼいないと思います。接削事業を立ち上げてる当事者が言うからもう間違いございません。じゃあそういった理由何があるかっていうと、まずですね、IT 事業を立ち上げる方が圧倒的にリスクが少ないということで、普通にイメージいただければわかると思うんですけども、IT というものはですね、パソコンとノウハウがあれば、それで成り立つわけですね。極論オフィスも必要ございません。リモートで半分行けちゃうみたいな感じですね。場所のスペースもそこまで必要ございません。 一方の、切削事業ですよ。まず、バクタ大なキャッシュが必要です。最低ですね、上物工場6000万でしょで、土地が必要でしょさらに、工作機械、3D 測定装置、c a d キ c a m ハイパフォーマンス PC、そして、クーラー、空調、もう1億あっても足らんわと。しかし、例えば1億、2億キャッシュがあったとしても、人脈が必要なんですね。素晴らしい工作機械を手に入れるにはですね、人脈がないと、これ手に入りません。はっきり言ってですね。例えば、安田の機械ですよ。工作機械のフェラーリですよ。3年 ちですよ、三年待ち。うちに譲ってくださいって言っても、安田さん、うんと首を縦に振ってくれるか分かりませんと。安田さん、お付き合いがないので分かりませんが、あのフェラーリは買いたくても買えないわけですね。続いてですね、工場立地候補が限りなく少ないです。もう、一週間で立地がパコーンと埋まっていきますと。ということで、それほどまでに工場を助けというものはですね、いろんな難題、大きな壁がですね、そり立っております。高ければ高い壁の方が、登った時気持ちいいもんな。 ミッシュルであるんですけども、あまりにも高いんですよ、これ。もう非常に高いです。これブレイクスルーにはですね、ものすごくパワーが必要だし、人脈も必要だし、キャッシュも必要だし、自分のリソースも必要でございます。それよりもですね、切削事業者が少なくなったらですね、この先の日本の製造業どうにかなっちまいます、マジで。なので、これはもう神のお告げで、太郎お前頑張れというふうに言われているわけですね。切削事業者が日本に必要な意義を、釈迦め説法でございますが皆様にお伝えさせていただくと、切削 各事業はものづくりの原点でございますと例えばですね、競争のバーとか言ってですね、大手がいろんな企業を集めて、そこで議論すると言って、結局、その事業を立ち上げるにもですね、ものづ作りというサプライチェーンがないと無理なんです。物事は動きませんと。例えば、自動車ですよ。3日後にですね、自動車の生産工程も動画で流れると思いますが、組み立てをするわけですね。この組み立てにはサプライチェーンがありまして、例えばトランスミッションですとか、内装品でしょそしてシートでしょそして ECU が必要なわけですよ。このトランスミッション一つとってもですね、いろんな部品が 必要でいろんな旋盤マシンですね。クイックターンが必要になるわけですよ。一方ものづくりというものは、こういった oem に連鎖するようなサプライチェーンだけではなくて、例えばティアワンティア2。そして oem に入るような自動機とか装置とか時効が必要なんですね。この時効を作っているのがラインビルダーになってます。このラインビルダー何しているか？って言うと、装置を専門で組み上げるわけですね。それを組み上げて納入をしていくと、この装置にも部品が必要になってくるわけでございます。さらに、さらにその装置だけではなくて。世の中 他にはですね smt とか半導体製造装置みたいな特殊装置専用装置がございますので、まあこれも専用装置といえば専用装置なんですがこういった半量産装置があるわけですねこういっ たものにも切削事業は連ながっておりまして金属をゴリゴリ削ってるわけでございます切削事業はこのように日本からこのままどん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 消え続ければ海外にですね留守し,し続ければですね日本の生産性というかものづくりの基盤は失われてしまうとラインの構築や装置が組み上がらないという現実にいつかぶち当たります今事業承継いろいろ言ってますけどもほとんどの経営者が60代なんですよ。どうしますあと10年すれば70代ですよもうその人がお亡くなりになっている 可能性もあるわけですよ。どうすんのと半導体のように一度消え去れば切削事業は簡単に起こせないとそういった実情があります。どうする？日本の製造業ということで、太郎お前やってこいとお前生産性上げて、それを動画にしてオープンにするんだと、お前まさかからスポンサー受けてるだろうと繋がりもある。じゃね。えかと。動画でちょっと稼いでるみたい。じゃね。えかと。そこにぶっこめとキャバクラなんか行くんじゃねえっていう。そういう風に言われてるわけですよ。キャバクラ一回も行ってません。とものづり。太郎は新スポンサー募集中ものづり太郎は新スポンサー募集中。の集中このものづり太郎ですよ。どう どういったものを導入したいのか紹介させていただくと。もう具体的な話にどんどんなっております。大体皆様は想像いただけると思いますと。まずは工作機械とか、こういうジグですね。バリアキッスです。これ欲しいです。山崎さんと。i700 でございます。そして将来はパレチェンをつけて自動化したいわけですね。もしくは、ブラザーさんとも関係性がありますので、U500XD1、もしくは W1000 ですね。スピーディーを。W1000 の 2A だ、D だったか忘れましたけど、それがいいかなというふうに思います。続いてですね、 でシステム、テクノアですね。テックスを入れようかと思ってます。めちゃくちゃいいシステムですから、テクノアの社長も山崎さんなんですが、山崎さんを口説いております。売ってください、ということを言ってます。続いてですね、CADCAM でございますが、GoToCAM ですね。これ生産性バチクソ高いと。山前の鶴瓶こと、福田さんに紹介いただいたマスターキャムどっちかを入れようと思っておりました。さらにさらに、もちろん測定器がないといけませんから、密ともしくは東京イミ密、その他を考えてると。 最後、忘れていけないのが、切削工具ですね。三菱マテリアさんは非常にアクションが早いということで、もう前のみで、えっそんなことやるのだったら一緒にコラボさせてよっていうことで、応援するよっていうことを言っていただいてますね。非常にありがたい限りでですね。もうご支援をいただき、本当にありがとうございます。三津豊さんもしくは東京政ムさんもですね、役員を巻き込んで提示をいただいておりますので、本当にありがたい限りでございますと。りり太太郎郎はは新新ススポポンンササーー募募集集中中ししかしながらですよ、M A もも含めて進めてて進おりまますすので購入に至らないい場合もございますね皆様にはメルマガもしくは個別にですねこの動画公開前にですね送付させていただいて見ていただいてるかと思いますが購入に至らない場合もありますのでどうぞご理解いただきたい。 購入に至らない場合もございますが、そういった場合でも、皆様のソリューションですね、特徴だけでも公開させて、日本のものづくりに貢献していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まずは、工作機械なんですね。これも商談進めますから、どうなったのか。マザックですね。マザック。 当たり前だ。もうご支援、長いこといただいておりますから。マザックさんね、もう素晴らしいんですよ、工作会。ただちょっと工作会ってこんな高えのっていうことを思いましたね。ものはもう間違いないということですね。導入したいのが一つ出てましたけど、バリアキッス I700、バリちゃんですね。バリ、短期イメージでございますが、これはパレットチェンジャーがついてる。これは I800 で今動画流れてると思います。これ一つと、あと、これ VCN600 ですね。これ結構大きなワークもできるということで、こんな感じで広いスペース、これが魅力でございますね。 に広いいいとと Z 軸も510ストロークありりりますすすねねね素晴らららしいと今後ででがが出揃ったら総額でどののくらい小物作太郎投資するのかねお前そんなにキャッシュあるんかということをお伝えしていきたいと思いますのでしばらくお待ちいただきたいと。そしてマザックですね。やっぱりいいのが魅力はですね、対話式 NC の進化でございますね。他の動画でも言っておりますがさらにこれ進化しておりまして、マザトロール DX ということでこういったキャドがあればもうキャムをですね、ほぼ半自動で三軸であれば作って れるわけですねこれ、キャム作りました。そうしたら現場の方に投げちゃえば。いさ、ケーブルでですね、接続してあげれば、もう削るだけと。非常に素晴らしいと。三軸対応です。五軸は今後っていう話でございますが、これがすごい魅力ですね。素晴らしい合成と。この生産性で、工作機会どんどん高くなっておりますが、マザック機はですね、生産性を突き詰めた機械でございますので、ペイが可能になるだろう。そして、ブラザーにも訪問しております。もう BT30 ベースなんですね、ブラザーといえば。もう40番使う 使ってる視聴者の方はブラザーなんて全く認知がないと思いますがエントリー価格はもう BT30 ですから全然違う競合がドドリルですからもう価格が半端ないですこういう U500XD1 ですとか F600X1 剛性の高い機種もありますけども購入するとすれば W1000 ですねこれが非常にスペースが広いということでいいと思います <laughs> ただしですねワークサイズが合わない可能性がありますので結構大物を狙っていこうと思っておりますと <laughs> おそらくマザックかなというふうに思っておりますぶっちゃけ ですよここはねマザックさんにスポンサードいただいてブラザー選んだらもう殺されますね山崎さんにと <laughs> いう感じでございますただ魅力ですブラザーもね続いて即 測定器でございます。測定器と。密とよ VS、東京精密、カールツアイスですね。3次元測定器、東京精密からいきます。ツワイス製の光学顕微鏡は世界最強でございます。これは三層圏の先生団ということで、ツワイスの顕微鏡がニコンとかキャノンよりもめちゃくちゃ見やすいということで、やっぱ光学メーカーであり、測定器メーカーであると。透明乗ると、東京精密のカバー見えるわ。はそこ行ってきましたね。実際に測定器もあります。いいのが、ツワイスのオインスペクト。これはですね、おそらく3 次元測定器で生産性見ればこいつが最強です最強なぜかっていうと、ビジョンが搭載されてるんですよ。非接触で寸法を計測可能でございます。しかも、プローブもついてるんで、プローブでの測定も一緒にできるということで、非接触での測定とプローブを合わせればですね、一品一応のものもですね、高精算性で測定ができる。ただし高い、高い高い高いうん、こんな感じ。見積もり見たとき、うん、高い ということで、エントリーモデルとしてですね、東京の精密性3次元測定器を検討中でございます。そして、ミストヤですよ。ミストヤにも訪問しております。トヨタグループの画帳であるアンジョーのショールームです。アンジョーといえば、食器もあります。電装もあります。ここに行けば、ミストヤの全てがわかるということで、測定器とか、ノギス、ゲージ、そして表面粗さの測定器も展示しておりまして、持ち込みの測定もこれ可能になってるんですね。様々な測定器を試せると。実はミストヤはソフトウェアが、w i c スよりかなり進んでます。これが素晴らしい。 皆ささんに紹介をさせていただくとまずは M、M コスモスで何をするかというと、測定器の CNC 制御を構築する。要するに、プローブを当てる経路をですね、これで作り込むことができるんですよ。で、もう一つ、ミスト用にはソフトウェアがありまして、マイキャットプランナーというものがあります。これ素晴らしいのは、なんと、CAD を加わせれば、測定パスを自動生成するソフトウェア。人間がポチポチしなくても、今までってこの測定する箇所っていうのはノウハウだったんですけども、ノウハウを乗せた状態で、 自動生成してくれるとつまりミツトヨは CAD モデルがあれば測定パスを自動生成できるようになって ってるとこれね、すごくないっていう感じですね。しかしながら実際に試したわけではございませんので、測定器については実際にワークを持ち込み、測定結果を皆様にフィードバックさせていただきたいと思いますということで動画になります。つまるところ YouTube 版、ホコタテの再来でございます。ホコタテ知ってますかやらせでチンってなったやつです。ものづくり太郎やらせしませんから。実際の測定がどうなのか、どのくらい生産性が高いかをですね、特京センスとミスト予算に乗り込んでやって いいいきたいと思まますすこれも動画にする予定でござ今後も対比動画をお届けし、皆様の生産性向上にお役立ていただきたいと思います。次はですね、CAM 対決もお届け予定でございます。どっちが生産性いいんだと。GoToCAM と MasterCAM どっちが優れてるんだって、忖度なしでビシッパシッ切っていきたいと思います。そして、スポンサーもつどつど流れていましたが、スポンサーもお待ちしておりますので、どうぞ。 ごいいいただければ幸いでございますりり太太郎郎はは新新ススポポンンササーー募募集集中中このようにですね、切削事業立ち上げ PJ でございます。熱量と人脈、そしてリソース、すべてを分回して今やっております。1ヶ月に1回、もしくは2回程度ですね、上げていきますので、ものづくり関係、特に切削事業に関連がある人はチャンネル登録いただいて、応援と言わずですね、ものづくり太郎どうなんだと。お前やってみろ、この野郎っていう感じで、ポチってしてあげてください。 刺激になれば、いいねマークを押していただきたいのと、接作事業以外にもですね、セミコンアンバスターもさせていただいておりまして、半導体、今熱い半導体も取り上げさせていただいてます。工作機械ですとか、FA 関連の動画ですね、CKD の動画が上がってた、いたかと思いますが、そっちもやってますので、ぜひ、接続に関連する人はですね、チャンネル登録してください。そして、いいねマークも忘れずによろしくお願いします。ということで、工場 PJ 活動報告第2弾終わりでございます。また次の動画で会いましょう。じゃあねっちバイバイメーカーの皆さん本当にご対応いただきましてありがとうございます。 めちゃくちゃ感謝します。なので、コラボレーションしていただいた企業様はですね、動画にしてですね、最新のソリューションを引き続き届けてまいりますので、皆様ご対応お願いします。失礼します。